泳いではる、泳いではる、泳いではる。何がどう面白い。あ、ちょ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 、これ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 、隠れ隠れ隠れ、何、熊の目、熊の目、ちょっと隠れ踊り、この透明なやつ。あ、ちょ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 、教えたって教えて、ちょちょ、あ、これ、これが踊り隠れエビ。全然違うやえ、踊り隠れ踊りエビっていうとか、踊り隠れエビ、踊りが先な、踊りが先です。何、透明やから隠れってこと。まあそうですね、イソギンチャクとかのそばに。ちゃうねちゃうね、揺れてるやろ、ほら揺れてるやろ、踊ってるやろ、あの奥見てみ、何匹かおんねん。そうです、今3匹全部で入ってて、なんかめっちゃ激しく、あの黒いやつに。あれはなんか水流で揺れてんちゃうの。違う、自分で揺れてんの。自分でやってます、一応その。ごめん、俺らが喋りすぎて、ほら、はい、どんどん上にかぶせていくから。いや、今隠れてるんですけど、まあそのなんで踊るかはいまいちちょっとわからないらしいんですけど、まあ一応意味があるとは言われてます。一応踊ってんやん、おそらくなんですけど、こう地味やな。イソギンチャクの近くに。聞いてる？まあイソギンチャクの。ほら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 。ゆらゆらってするのと同じで、こう自分も揺れてんのかなみたいな。で、激しい時は泳ぎながらこうやってこうやって。あ、ほんまや。泳ぎながら。下手くそなんちゃうやんな。こうなんか踊りながら泳ぎます。下手くそなんちゃうやな。初めて泳ぎましたぐらいな。あ、もう一個出てきたやん。そうなんです、透明なんで分かりづらいんですけど、綺麗やな。でもほらフリフリしながら、何だったっけ、イソギンチャクの上で海流に揺られながら、あ、イソギンチャクのフリをすんの。おそらくそんな感じではないかなって。イソギンチャクも水流に揺られてこうゆらゆらすると思うんですけど、多分それに合わせてやってるんじゃないかなっていう感じですね。へえ、だんじりの上みたいな。うん、うちは持つ係の人。そうそうそう。ちなみにこの子は今隔離してるのはその卵持ってるんで。そうなん、ほんまやほんまや。一生懸命ワシャワシャやってる。これでも有精卵か無精卵か分かれへん。あ、有精卵ですね。もうよく見たらあの目出てるんで。マジで。もうすぐ多分孵化するんですね。そう、正面ばっかりやな。すごいちっちゃいですよ、目って言っても。本当にあの丸に点々って2つ。老眼の私たち見えるかな。無理やな、それは無理。見えるかな。踊り隠れエビや。そうですね。踊り隠れエビやで。隠れ踊りエビちゃう。踊り隠れエビ。踊り隠れエビ。節をつけるとほら、踊り隠れエビ。お尻かじり虫みたいな。かじり虫みたいな。なんちゃんみたいな、なんちゃんみたいな。あ、いいとこに来てくれた。しこの尻尾の色。あ、でも、あ、ほんまや。もう間もなくか、まあ、多分あと数日ぐらいだと思う。本当やな、なんか。ピント合ってんのかな。あ、あまり近づき。近すぎると GoPro 苦手なんちゃうの。そうだ。うん。なかなかね、あの動きが面白い。激しい時もめっちゃ激しいんだよ、あの揺れが。だんじりやね。もうええって。じゃあだんじりみたいに踊ってんねんも、あの激しいやん。まっすぐちゃんとシャキンと前習いじゃないですけど、なんかビート板持ってこうやって泳いでるみたいな感じで、手を前にしよう。どう見ても下手くそな人やん。そうなんですよね。よくこれであの動いてる時に食べられないなと思います。まあ、ゴミと思われるようにわざと泳いでるのか、その踊る癖があるからその癖のまま泳いでる。癖強いの。癖強いなって。前見た時はほんまにあれやイソギンチャックの上でさ、なんでちっちゃいつ入れたんよ。めっちゃ泳いど泳いどったんじゃ、踊っとったんて。もしかしたらここは水流がやっぱ少ないからイソギンチャク自体があんまり動いてないから、あー、なるほどね、それに合わせてるかもしれないですね。
前ほんまにナンバラバンバンバンみたいな感じだった一人で喋って言っておればよかったよフロントやお腹パンパン。え、オスメスわかんの？この状態だとまだちっちゃいんでよくわかんないんですけどね、だいたいエビはこのなんですか、ね、わさわさって動いてるところの長さだったりとか、ハサミの大きさとかも、ね、あそうだ ね、 あるんですけどね。これ結構日本にもヨウさんおるやつやんな。ヨウさんっていうか、あ、日本のそうですね、まあ割と温暖な地域の、そうです、ちょっと深めの水深よう知ってんな、ちょっと調べてん初めて調べましたちょっと水族館のスタッフやけど携帯駆使しただからこういう透明のエビとか見ていつも思うのは、体の構造どうなってんのみたいな。食道とかいいとか、そうなんですよ。なんか普通のエビってなんかいわゆる内臓からそのパワーを出すとかもあるけど、全然わかんないんですよね。そう、水食べてんのかな。背わた的な、ほらエビフライするときに取るあの背わた的なのはどれって感じ。ないんですよ。透明すぎて見えないのか、糞もちゃんとすると思うんですけどね。もう一個面白いのなんか目がこう行ってるのにこう行ってるとか。なんて？なんて、はい。なんかまあ見てもらったら感じ。ちょっともう一回やってや。こうな、普通こうエビってこうなってると思うけど、こうなったりこうなったり。どういう意味？右を見たいときはこう何ウィーって。右を見たいときはこうウィーってなるみたいなこと？いやなん。わかんないですけど、なんか基本なんか9時か3時みたいな。いいよ、この子見たらわかると思うよ。目が、目がどこになってるんですよ。ちょっとなんか、メガネがない方が多分見えんねんな。わかります、ここ。目がこう。目どれや。9時か3時だ。この子今3時ぐらいになってる。どれが目なん？あれ、あの子の話どれが目？ちょ、あんたの、そう、なんかその持ってる GoPro の方が撮れるかもしれない。そう、マジで？この子、あれやで、私の方が取れると。ああ、なんて言ったらいいのかな。目が面白い。この子もなってるんですけど、このまっすぐ横に向いてるのと上向いてるのか。あ、横に張り出してるっていう意味。そうです、横に張り出してるのと、分かった。もう片方はまっすぐで、逆のパターンもある。なんか普通は、同じ方向向かねんのっていう話やんな。なぜその角度みたいな。どういった普通の指だったらここのままのこのままの状態なんですけど、うん、なんでいちいちこうこれかこれなのか。揺れに合わせて反対に動くんかな。ね、そんなわけわからない。ああ、わかんない。そんななんかチアリーダーのポンポンみたいなあちこちこちこち動くの。チアリーダーのポンポンみたいにあっちこっち目が3時か9時やな。そうなんです、3時か9時。12時なのはあんまり見たことない。あああ、そういうことか。ほんまやな。そうなんですよ。普通のエビだとあんまりそんなことしないような気がする。分からんよね。本当やな。そうなんです。あ、今なんか、あ、本当や。揺れるときにちょいこうなんねんな。わかったわかった。どうなの？揺れるときにこうなんか同じ感覚になることはあんねんけど、これボケてるよな多分。この私のちょっとはしゃいだ感じが伝わらないのが残念。大体この横にくっついてるときは特に角度バランス取ってんのかなこれで。なんですかね。かわいいね。あ、なんかずっと見てられるなっていう。かわいい。掃除し。ああ、踊ってる踊っております。真っ直ぐにはちゃんと泳げる。泳げないのか。あ、横取りされた。お、早く泳げる。一応エビなんて。そうやな。
目がなんか変やな。変っていうか普通のエビじゃない。変やな。そうなんです。動かし方が。それでこう視野が広がるとかなんかあんのかな。こっち向いたりするんだよ。今目のお掃除してはるわ。これなんかおかしいかも。死んでんの？あ、来た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 。来た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 よ。来た来た。落ちてった。落ちてったよ。そこそのイソギンチャクの上に乗るともうどこがどこやら分かれへんな。で水流になったらな、多分な、ナンバラバンバンバンって。これ言いたいだけじゃん。あ。いやほんまにあんな感じやって、ナンバラバンバンバンみたいな感じの踊り方をするの知ってる？ナンバラバンバンバンは分かんないあ、知ってるよって言っちゃったあのババンババンバンバンは分かりました。あ、もう一つ古いあ、もう電池が。だから普通はイソギンチャクの上におるんですね。上だったり横だったり、そこら辺にイソギンチャクの近くにっていう。わかった。ありがとうございます。ありがとうございました。大人がはしゃいですね。そう。いろいろまあネタはいろいろある。バイバイ。ネタはあってみた。